こんにちは。あ、どうも。サーブ、ようこそ。になってしまって、よし。実はあのジャファーがここアラビアンコーストを支配して、どうやら皆さんをおもてなししたいと考えているみたいなんですよ。いやー、でも実際はその任務のすべてをジャファーの新たな一番弟子任せっきりにしているみたいなんですけどね。で、その一番弟子っていうのがちょっと厄介で、ジャファーが黒魔術師としておだてるもんだから、もう調子に乗ってしまって我こそはアラビアで一番なんだなんて言っては自慢して回ってるみたいなんですよね。いや、それを聞いた他の魔術師たちがみんな怒っちゃったんですよ。あー、もうこのままじゃ大変なことになるな。あー、僕争い事がとても苦手なんですよね。そうだ、そこで皆さんのご協力がとても必要なんです。あの、どうか助けてください。よろしくお願いします。どうもありがとう。あ、決して難しいことはお願いしません。要はこの世界でジャンファーが一番すごいってことにしておけば大丈夫だと思うんですよねそうだな、例えば、ここにいるみんなで大きな声でジャンファー様なんて呼んであげて、機嫌を良くしてあげるっていうのはどうかな。どう思います？あ、いいと思います。ちょっと皆さんで練習してみませんか。いきますよ、後ろのみんなもお願いね。いくよ、せーの、ジャファー様。うん、あの、全員参加でお願いしますこの距離なんで、あの、やってないとすぐ分かりますからね。お兄さん、カメラ構えてないで、ジャファー様でお願いしますよ。よし、今よりももっと大きい声で皆さんもう一回いくよ、せーの、ジャファー様。うわ、皆さん自分に拍手。今みたいにここにいるみんなでうまいことやって、争い事にしないようにするっていうのが僕の作戦なんです。うまくいくと思いますか？あ、よかった。あ、そうだ、あの、この辺りでなんか怪しい飾り付け見た人いますか？いました？どこで見ました？あ、そうそう、これこれこれ。あとこのつぼも、この飾り付けね、さっき話してたジャガーの一番弟子の黒魔術師が飾り付けしてるんですよ。なんか妙なんだよな。あ、噂をすればあの黒魔術師です。皆さん、あの、僕ちょっと隠れちゃっていいですかね。僕のこと友達だと思って助けてください。よろしくお願いします。あらあらあら、白いズファンの皆さんどうもね失礼しますよ。サラーム。ちょっと待ってね。よいしょ。さあ、本日はようこそジャファー様が支配したアラビアンコーストへ。あ、そうか、私の名前が知りたいか。まあ、しょうがない、教えてあげよう。私は伝説の黒魔術師クリストフ・ゴールデン・クロイツだ。まいまあな、あの、普通の人間界ではな、まだ知らないものもたくさんいるであろう。私はジャファー様の大魔術を受け継ぐ後継者、そして、な、本日はジャファー様がこの、あ、このアラビ…なんてないぞ、本日はこのアラビアンコーストを支配した祝いとして、なんとこの私が大魔術を披露することとなったのだぞ。あ、ここに集まってみたものは幸運だということになるな。さて、では本日はまずはこの私のことが好きになるという呪文を唱えて、いいか、よく聞け。
番、あなたが一番、アラビアンさあ全員でいきますからね。さあ行きましょう。せーの、ひー、はい、やり直しましょうね。さあみんな早く起きたんでしょ。ちゃんと目覚めてくださいよ。そろそろ、ラブラ、もう一度しっかりと声を出して言いましょう。せーの、はい、キーをキーを、黒い手も使って、はい、あなたが一番、アラビアン素晴らしいぞ。これでもうみんなは私の虜になった。すいません、ちょっとごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、どこ行ったの。何が、私が一番アラビアンだよ。一番アラビアンは私に決まってるだろうが。なんであんな恥ずかしい注文を聞こないで。私聞いてるだけで真っ赤になっちゃったぞ。そもそも誰なんだお前は。知らんのか。知らないわ。わしはこのアラビアンコーストで一番偉大なマジシャン、シャバン様だ。拍手。この地名の、この地名の、この地名。お前なんかあの長ったらしい名前言ってたら覚えられんぞ。あんなの、私はクリストフ・ゴールデン・クロイツ。魔術の世界では有名ではないか。そしてこのアラビアンコーストにはもちろん一番の大魔術師であるぞ。クリキントン・ゴーダチーズ・クリームコロッケ。あ、胃が持たれそうな名前なんじゃないの。胃薬買ってきて、胃薬に。もうそんなんだからみんなに呼ばれないの。あ、だから呼びやすい名前私が考えたり。はいはいはい、クリキントン・ゴーダチーズだから、クロちゃん。あ、クロちゃんなんかいいんじゃないかな。いいじゃない。はい、いいよね。ほらほら、下げたの。子供向けじゃないの。かわいいじゃん、かわいいじゃん。え、みんな拍手してくれてるよ。あ、いいか。いやいやいや、人気が大切。そうだろ。クロちゃん、いいじゃない。クロちゃんね、ここで大魔術をやりたいんだったら、わしに相談するべきなんだよ。この必要はない。あれは、この町で一番の私から、非常に恐ろしい、偉大な大魔術を見せてやる。自信たっぷり。ちょっと待て、倒れたよ。倒れちゃった。じゃあそれで本日はな、こいつを使うぞ。3個のコップだ。そして本日大魔術といえばスプーンだ。だから私は本物の大魔術師だから、本日なんと1本じゃなくて3本使うぞ。さあよーく見てみなさい。この3本のスプーンをこのコップの前にこうやって丁寧に並べると、一目だろ。クロちゃん、そこまで。クロちゃん、大丈夫大丈夫。よし、行くからな。よく見てください。あ、ちょっと待って。さあそれでは本日私はクロ魔術師でございますからね、このスプーンに今から指一本触らない状態で、この3箇所のコップの中になんと一度に全てのスプーンを入れてしまうというクロ魔術でございます。さあそれでは集中していきましょう。よく見ていくぞ。待ってよ。みんな表情が真剣すぎるぞ。一番真剣なのクロちゃんだよ。すみませんね。よし、行くからな。せー、わーい、わーい、見た、やるだろ。見たか。すごいけどさ、それクロ魔術なの。いや、クロ魔術だよ。運動神経がいいだけじゃないの。違う。よし、が次はな、本当のアートを踊る魔術を見せてやる。わ、足もあれを持ってこい。はい、ただいま。アラビアに伝わる魔法の布をご覧に入れる、ね、この布を使うといろんなものが出てくる。布がないぞ。お待たせしました。なんだか、アラビアに伝わる魔法の布、ね、なんかちょっと地味じゃない。いや、これその辺のテーブルクロスと同じじゃないの。これ違いますよ。なんかちょっとちっちゃな布ついてるけど、あれ、なんか書いてあるぞ。何ですか。分からん。なんとか 100% こんなんでできんのか。こんなシャバンさんなら大丈夫です。まあうまくいくかどうか分かんないけど、
さあ何が出てくるか。あっ、いや、あっ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 、あ、出た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 、ほらこの形、この形、ほら、あれだよ、こするとなんか出てくるんだよ、この魔法のランプじゃないの、これ。魔法のランプ何色だっけ。何色、何色、金色だよね、金色、金色。じゃあこするとジーニーが現れ、シャバさん、入ってください。汚れちゃうよ、汚れちゃう、汚れちゃう。よくぞ、よくぞ見破ったな。よし、ならばもっとマジックらしいのを見て、白いハートを出す。白いハート、なんなんだ、あばばちゃんちゃんで、あっ、よし、よし、じゃあ黒ちゃん、ならばこの布を、この布を1の3の端を引っ張って、なんだ、1だろ、1の3に行くよ、はいはい、1、2の3、はい、あと、わー、拍手、すごい、やればできる子です、すごい。皆さん、どっちのマジックが、あれ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 、これ仕掛けないの、これ。皆さん、どっちのマジックのが面白かったですか。シャバーンさんだと思う人、クロちゃんだと思う人、どっちが素晴らしかったとかすごかったとか受けたとかすること関係ないじゃん。そうなんですか。でもな、あれだ、まあでも、どっちにしろ私の方が受けたな。いやいや、だからクロちゃん、君のはね、絶対黒魔術じゃないからね。黒魔術でございますよ。黒魔術じゃないよ。黒魔術だよ。黒魔術じゃない。黒魔術でございます。黒魔術じゃないよ。黒魔術だ。あっ、クロマジックだと思ってんの？マジックでございますよ。ね、それ違うよ。あ、違うの？あ、なんだ？あ、また厄介のが来たよ。あ、マジか。本当だ。ハテナ登場。ずっと出てこいよ、ずっと。手のひらを合わせて、中指を畳む、
頼む、こういうこと、できるかな、こういうこと、これ中指だけね。そしたらそれを、中指を中心にぐるーっと回す。この中指を中心にぐるーっと回す。こんな形になる。できるかな。ここだけを中心に、これ、ここだけを中心に、ぐるーっと回す。反対側に回す、ダメだよ。どっちか一方に回さないとダメだよ。中指がね、こうやって出るんだ。中指が上と下になるように、上と下になるように、どうぞ。できた。はい、呪文をかけるよ。アーダムラカダムラフ、全員でやるよ。アーダムラカダムラフ。はい、中指噛んで、中指噛む、いっぱいは1、2、3。うわー、オーアラビア、気持ち悪いね。あんなのインチキ、インチキ、インチキ。だってまた本物だな。けどバーブツを見せてるぞ。はい、さあこいつだ。この呪われた坊主くん。よし。あ、呪われた。じゃあそこのプリンセス。これを私クロちゃんに向かって投げてくれ。よし。これをだな。よし。一回練習しよう。行くぞ。ここに向かって投げてくれ。よし。行くぞ。ここだぞ。はい、3、2、1。ああ、はい、やばいぞ。よし、クロちゃん、もう一回やろう。クロちゃん、大丈夫だ。クロちゃん、問題ございます。大丈夫だね。さあ、行くぞ行くぞ。今度はもっとな、俺も覚悟して頑張るからな。よし、ここに向かってな。よし、行くぞ。3、2、1、せーの。よし、おお、どうだ。ははは、素晴らしい。クロちゃんも頑張るぞ、行くぞ。よし、ほほ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 ほ。なんと最後は、ね、目隠しをしたままキャッチをするぞ、行くぞ。目隠しをしたままキャッチ、せーの、よし。うわー、どう、すごいけどやるだろう。よし、すごい。見たか、見たか、すごいね、クロちゃん。これが実力だ。はい、じゃあ僕、皆さんこの会場に花を咲かせたいと思います。見てて、まずここに表が青で、裏がシルバー。さあ行くよ、じゃあレイハネ、ラウラお願い、行くよ。ほっ、さっ、あ、ほっ、ほら、さあもう一回行くよ、ラウラレイハネお願い、ほっ、さあ、よし、さあ、ジャパー様が支配したアラビアンゴーストへ、あ、ようこそ。それでは、私 の、 あの非常に素晴らしい、大魔術をですね、もう一度、ご披露したいと思いますよ。ちょっと待って、クロちゃん、せっかくだからさ、ここにいるさ、マジシャンのみんなと今日集まってくれたゲストの皆さんの力を合わせて最高のマジックをお見せするっていうのはどう？クロちゃんだけじゃなくてさ、そうだな。ああ、そうかそうか。じゃあ、わしも協力するといいんだ。ああ、それでは、ジャンパー様へ、私の呪文で、よいしょ。タイミー、タイミー、クロクロー。
催眠催眠クロクロ催眠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 かかってる。うわクロちゃん、今のクロちゃんの呪文で皆さんが催眠状態に。あ、そうすごいよクロちゃん。あ、そう、そうだろう。はい、皆さん催眠催眠催眠状態は客席で来たな。かかってるちゃんと。素晴らしい。よしよしよし、これでかかるんだね、みんな助けてくれよ。あ、そう、あ、邪魔にかかってる。うわ、よし、マジか何か閃いたみたい。よし、皆さんは催眠状態です。そのままの状態で僕の言うことを聞いてください。ナルはレンガーレ、ありがとう。ここにバラバラのカードがあります。見えますか？奥の人も見えますか？バラバラのカード、さあこの中からジャンマさん1枚お好きなものを指を指してください。どれにしましょう？好きなもので結構。ジャンマー様ジャンマー様見えますか？指をさしてください。怒らせちゃダメなの。大丈夫大丈夫、ジャバー様、ジャバー様、あんまりこっちを見ないでください。ちょっと怖いです。ジャバー様、お好きなものを指をさしてください。どれにしましょう？ジャバー様、これです。ジャバー様、カードです。カードをさしてください。この中のカードからさしてください。ジャバー様、よろしいですか？ではこのカード胸に当てて誰にも見せないでください。ありがとう。さあそして皆さんにはこちらのカード、こちらのカードももちろんバラバラのカードです。見えますか？バラバラのカード、バラバラのカードですね。バラバラだ、バラバラだ、すげえバラバラだ。ではこの中からゲストの皆さんにお一人指をさしていただきます。どのカードがいいか。じゃあすいません、好きなもの指をさしてください。いいですか？それでいい、いいですか？ちょっと待って、みんな見てた、今見てた、こっち、これでいいですか？はい、ではこのカードを胸に僕置いておきます。さあジャファー様が持っているカードと僕のこのカードが同じだったら催眠を成功。ではジャファー様、皆さんに見せてあげて。さあじゃじゃじゃ、スペードキック。あれ、あ、おい、まずいぞ。じゃあ帰ろう、帰ろう。大丈夫です、大丈夫です。ジャファー様、ジャファー様、大丈夫です。信じてください。ジャファー様、皆さんは今催眠状態です。僕の持っているこのカードがジャファー様の持っているスペードのキングに見えたら大きな拍手をお願いいたします。ジャファー様、いかがでしたでしょうか？この私クロちゃんのおかげで人々の心を支配することができました。あのアラビアコースター、この私にお任せください。ジャファー様、なんか満足してないみたいだよ。みんなどうすんの？そうだ、ねえ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 、 あの作戦だよ。作戦って何だ？ジャファー様、あれだ、一緒にやろう、一緒にやろう。ジャファー様、皆さんも一緒に、せーの、ジャファー様、後ろの方も、ジャファー様、後ろのお友達も、ジャファー様。ジャファー様、うまくいきました。さあジャファー殿、そのコブラの杖をこれで完全支配です。ハハハハハ。
本日はですね、まあ非常に穏やかな黒にぞ、黒にぞらってなんだ、何それ、黒にぞらでございますけどね。そういう話ダメか。やっぱ帰るわ。あと話して、クロちゃん、勝ったまま帰るの？こんな全部任せっきりってひどくない？皆さんご協力ありがとうございました。どうやらマジックの勝負はお預けになっちゃったみたいだけど、でも争いごとにはならないと思います。ああ、よかったよかった。これも皆さんの優しい気持ちに感謝です。